はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます私がボイストレーナーとして勝手にですけどもね「紅白歌合戦」の審査員となって紅組白組に軍配を上げ続けてくる企画来るじゃないか上げ続けていく企画今日でも16本目ぐらいまで来ましたかあれついさっきまで確認してたんですけどね。 今日で,15本目です皆さん1個先に進んでしまいました15回戦ということで前回はですね本当に衝撃的で,で,で <laughs> すいませんね全然しゃべれてないですけど前回は本当に衝撃的でしたけれどもバウンディさんというですねまあ恥ずかしながら全然ちゃんと聞いたことなかったんですけどまあ すすごい方ですね私が今更ながらだと思いますけども世間的にはねもう、えー、そういうふうに知れてると思いますしちょっと前にあのユーミンさんね松任谷由実さんが「最近の若い方の音楽も聴くんですか?」みたいなこう質問を受けた時に「聴きますよ」最近はバウンディさんとかやっぱりかっこいいですね」って言ってたんですよ。そその時もううなんんだだっっていいぐらいだったんですけど まあこのね、「紅白歌合戦」のパフォーマンスを見てまだまだ私はね、えー、ちょっと知ったぐらいですけどあまあでもそういうね大御所の方たちが言うのも分かるなというなんかちょっとずば抜けた、まあ、私が偉そうに言うのなんですけどセンスというかね声の出し方であったりとか歌い回しの仕方、低い音高い音どちらもこう綺麗なな、ね、り方をしている感じがしますし。 どういう人生を今まで歩まれてきたのかちょっと気になるぐらいのね、えー、あの昨日も言いましたけど是非ねちょっとたくさんバウンディさんの楽曲を聴かせていただきたいなと思うんですが、えー、今日はこの後はですねまたガラッと「紅白歌合戦、ね」雰囲気が変わりまして「純ですというねえー、まあ最初は何ですかスーパー銭湯みたいなところのアイドルという感じでね、えー、奥様方に大人気というとこから始まりましたけれども。 というか、ね、世の中にそういうイメージで出てきましたけれども「紅白」にもねかれこれ今日,今日とか今回で結構出てるでしょ何回か <laughs> ちゃんと回数分かんないんかよっていや今私が見てる、あのー、ところのねサイトが初登場の人は初って書いてあるんですけどそれ以外の人は何も書いてなかったんでまあでも今回はその純烈とダチョウ倶楽部のお二人とそれから有吉さんと。 でで、えー、歌われるとということなのでちょっとねどんな感じになってるのか私もこれはかなり遅れて見てますからなんかね、えー、ネットニュースなんかでちょこっと有吉さんの記事も出てたりもしましたけれども早速そちらからでその後は順番的にあのバックナンバーがね特別企画ということで、えー、赤組でも白組でもなく歌われてるようなのでそこはねちょっと申し訳ないですけどちょっとだけ飛ばさせていただいて次。 白組純烈の後赤組乃木坂46というふうに続くようですので、えー、純烈と乃木坂46の戦いということで見させていただきたいと思います全然、ね、れてないな見させていただきたいと思いますそれでは大変ながらご待たせいたしました15回戦目い、えー、ってみたいと思います前回のバウンディーさんとそれから、えー、ミレイさんエメさんク田リラさんとバウンディーさんの面影というね4人で披露した曲の終わりから 行ってみましょう。「紅白歌合戦」頭から見てきて2時間15分26秒のところから行ってみましょう再生ポンさあ素敵でしたーとね橋本環奈ちゃんが締めたところで「続いては純烈の皆さんです」っつって「大泉さんが純烈多くねーと」とこんなにいましたと7人いますからね今夜は「紅白」ということでダチョウ倶楽部のお二人、それから有吉さんとスペシャルコラボで「白い雲のように」いやー <laughs>、 ちゃんと純烈の4人はもちろんですけど有吉さんもやってますよ。いやあね桜井さん有吉さんとここでえそ,うそうかそうかそうか桜井さんと一緒に番組やってるんですももね今回純烈とダチョウ <laughs> 有吉さんダチョウコラボさんってダチョウクラブさんをねカバーしてくれたということでこんなチャンスを逃すわけにはいかないということで参加いたしましたと有吉くん。 えー、そうですね出たいって言って出る番組じゃないですよね大泉さん言ってますけど有吉さんとのこのコラボというのはと肥後さん手を挙げて一緒に出ると聞いた時は本当に <laughs> 本当にびっくりして「有吉ありがとうな」と足踏んでみんなでピョコンと一体 <laughs> 感すごい、えー、はいそして純烈卒業あそうか 一人卒業されるこのステージに立ててるのはファンの皆さんに応援していただいたおかげというのもあると思うんですがと今日はこのステージにいる全員僕は上島さんも加えて8人で歌おうと思ってますんでとんこの8人の歌を皆さんに聞いていただきたいと思っておりますとそうねそういうことがありますよね。うんまあ、それで有吉さんが出てくるあ 純烈は純烈で4人で歌ってその後コラボなんだ有吉さん二度と歌うことはないと思うんで <laughs> そうねまあ有吉さんもね上島さんのことがあってきっとあなるほどメドレーで純烈さんが最初に「プロポーズ」という曲を歌ってそっから「白い雲のように」行くということでさあ「プロポーズ」という曲が始まりまして4人でねマイクスタンド。 並んで「愛が怖いと君は一人涙に濡れて」「しっっかり声が入ってますよ寂しい僕の胸にう」っとちゃんとコーラスも「かけてきたんだね」と「びル寄せてハモってるのか」「秘密のさ,ささやき守って」今回で最後ねお題さん。 かわい,い天使 <laughs> おばさま方たまらないでしょうねかわいい天使と言われて「僕には僕シュワシュワ」<laughs>「君には君のシュワシュワと」と有吉さんもねシュワシュワをちゃんと <laughs> やってますよ有吉さんそういうのやるタイプじゃないかもしれないですけどね「愛を抱きしめ夢を ダーキシ今踊りながら歌ってますけどすごいね昭和歌謡ですねこれは「送るよプロポーズ」うん「愛しい人よふっふっふっふ <laughs> 眠れ」この高音きれい出てましたよねこのままこの手を離さない「タラタタデンテデン」デレレンとさこの歌が終わってさあそして「 そこにヒゴさんとジモンさんとそれからアリウスさん真ん中でその4人にハイタッチをして入ってきましてさあみんなでいやーとアリウスさん真ん中でこっちもやー <laughs> アリウスさん恥ずかしい立ち位置確認しながら遠ざかるわちょっと待ってこれすごいやべえちょっと感動してきたまるで僕ジモンさんヒゴさん いや肥後さんもちょっとあれじゃない感動しちゃってるんじゃない感動というか感極まってるというかお夢見てうわーそして有吉さんポケットの <laughs> みんな手をね両手を有吉さんの向けてキラキラとやりながら行けるところまでうわー君つぶやく見えないうわー 何だろう <laughs> ちょっと私感動してしまっております。し<東>わあ肥後さんとジモンさん。落ちわあ有吉さん。上沈んでいわあジモンさんもなんかちょっとこうねそういう風に見てるからかもしれないけどちょっとギュッと目を閉じて歌ってる感じもします。ものだよ 風に吹かれうわお客さんも白いライト右左振りながらうわと風に吹かれて歩いて行くのさ白い雲のいや今順列が。 じゅう遠ざかると歌ってますけど、わあ。僕たちのよう、アリさんと君がつぶやく、うん、見えない未来を夢見て、わは <laughs> <laughs> いやあ<ー>、夢見て、ジモンさん一生懸命歌ってる白い。 雲のよう,にうわさあ小田小田井さんが真ん中来て「いや」とうわージモンさん力強いや上島さんだってみんないや 有吉さん、上島も喜んでおります <laughs> 最高でした <laughs> いやー今ちょっとバックナンバーが出てきたところでねちょっと申し訳ないですけど先ほど言ったみたいにちょっと赤組の方に行かしていただきたいと思いますけど今バックナンバー、ILOVEYOU」歌っております、はい、ちょっとね本当申し訳ないバックナンバーファンの方たちも申し訳ないですけど ちょっとだけね、先に進めさせていただいて、さあ、乃木坂出てきましたよ。行きましょう、乃木坂に。ちょっと、えー、ちょっと後で喋りましょう。乃木坂46出てきました。ちょっと、視界がぼやけてしまっております、私ね。斎藤飛鳥さんがね、最後なんですかこれでね。私は今回、このステージが最後なんですけど、と。 乃木のみんなはきっと来年からもずっとキラキラしてくれてると思うので皆さんにそれを楽しみにしていただけるようなステージにえお二人にもお見せできたらなと思いますと橋本環奈ちゃんと大泉さんに向けてね「1期生で同期の秋元さん斉藤さんめメッセージお願いします」と「これだけ11年間家族以上に一緒にいた関係の飛鳥が」と「飛鳥からいなくなるというのは想像がつかないんですけど」と。 ここまで引っ張ってきてくれた感謝の気持ちを込めて今日はラストステー楽しみたいと思いますと顔ちっちゃいね斉藤飛鳥さんねものすごいちっちゃいわさあみんなお辞儀をしてみんなといってもね今7人だけですけど今夜披露させていただくのは斉藤さんが初めてセンターをつかんだ一曲裸足でサマーですと斉藤さんの乃木坂46の奇跡とともにお届けしますと うん、大泉さんが最後のステージしっかり見届けたいですねということでそれではどうぞとはじめと考えてわドアップで斉藤すこさん歌っていいな乃木坂っていいなと思ってもらえるように頑張りますとあんなアップで映してもらえるのすごいね斉藤す鳥さんそして真ん中でみんながそちらを向いて <laughs> こんなにやってくれんの最後だからといってみんな同じ衣装でいっぱいいますよ人数も数えきれないぐらいいますけど。 ポテ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 歩いてきてね。夏と違うんだ誰も気づいていないけど、隣の子と手を手をつないでい、鮮やかだとか、んどんどん順番にみんな来ては手をつないで、忘れていたのもうどんどん後ろから来ますね。好きになる切ない入り口よ。 <You> know, 英語でですすよ、you know ですよさあそしてカメラをこっちで呼んでオレンジ色のノースリーブワンピースサイドウォークですごいねこの衣装みんな同じやつ着てルイボスティーを高い音の「ル」から入るの難しいねルイボスティテーブルの下です <laughs> <laughs> どんどん後ろから人が来るよ斎藤飛鳥さんの包にねまたもうアップで「裸足になってどうするつもりそのままどこかへ歩いて行くのねえ何をしたいんだ」「へい!」ってすごいちっちゃい子が奥に入ってますけどコーラス「人の目気にせず気まぐれでそう君にいつももこれ すごい人数いますけど後ろの方のメンバーのご家族の方これ見えてますこれどこだどこだみたいになっちゃってますよねきっと何人いるのこれすごいいますけど後ろの方の子をねもうちょっと映してあげてほしい気もしますがまた真ん中をサさえて飛鳥さん出てきて「裸足になってどうするつもりそのままどこかへ歩いていくの」 ねえ、いやいやすごいもうその人数の多さにちょっとうわすごいね <laughs> 鏡置いてるみたいな右に左に同じ衣装の子はドバーッて言いますけど「それでも君に恋をしてると」とさあまたみんな真ん中に集まってきて「てててててすごい」乃木坂46の皆さんありがとうございましたちょっと待ってこれ。

いやこうすごいですね <laughs> 改めましてこういうグループってどうしてるんだろう衣装の管理とか <laughs> 余計なこと考えてしまいますけどいやまあでも今ね2個二個というか2組のパフォーマンスを見させていただきましたけどあのー、まあね今音声のみでこうやってお届けしてますが。 ちょっとっと良かあのなぜかというと皆さん音声だけでもお気づきだったかもしれないですけど有吉さんそして肥後さんジモンさんが純烈のね真ん中に3人並んで白い雲のように歌い出した瞬間になんか私グッと来てしまいましてえ音声だけですからねえ言葉で説明すると <laughs> ポロポロ今泣きながら聞いてしまいました。 なんか、ね、上島さんのやっぱりことがあって有吉さんも今回ね出ることに決めたんだろうなと思いますし、えー、日後さんも多分歌い始めてすぐね一瞬ジモンさんだけの声になりましたけどなんかぐっとやっぱり来てたんじゃないかなとまあ勝手に想像ですそしてジモンさんもねさっきも言いましたけど途中でぐっとこうね 眉間にしわというか目をギュッと閉じながら歌ってる場面もありましたし、うんなんかね、うん、いや歌ってこういうことがあるんですよ。なんか急にね、その時のなていうか情景というか気持ちというかいろんなものをこう一瞬にして呼び起こしてしまうというかね。それはいい時ももちろんありますし、まあ、今回もいい時と言っていいのかどうかわかんないですけど。 やっぱね、そんなことになると思ってなかったんで誰も特に、まあ、有吉さんもそうですけどダチョウ倶楽部のね、えー、お二人もとてもとても大変だったと思いますまあ上島さん自身も、ね、きっと大変だったんだと思うんですけれどもいやこれはこれでよかったなんかだから歌の力というのを改めてちょっとね決してね特にジモンさん肥後、えー、さん そして有吉さんは歌手でではございませんので歌声のねそのクオリティということに関して言えばもうこれだけたくさんの大御所の方が出てる番組ではね見方によっては出ていいのかというようなねことを言われる方もいるかもしれませんしでも今のパフォーマンスを見る限りはやっぱりなんかこううまさもちろんねあったらいいとは思いますけどだけではないなんかこの。 思いを届ける一つのツールとしてやっぱり歌って素晴らしいなっていうことを改めて感じるなんかパフォーマンスでねなんかもう私の感情を自分でもどういうのか分かんないですけどポロポロロちょっと投げてししままいましたねそしてちょっとバックナンバー申し訳ないと飛,んで飛ばしてしまいましたけど乃木坂46の皆さんね特に今回は斎藤飛鳥さんが卒業ということで。 えーまあ、すごい人数でね斉藤飛鳥さん中心にパフォーマンスをされてましたけどまあえー、ちょっと私はねあのボイストレーナーとかね歌をメインでやってますのでどうしてもこうねあの歌、まあ、こんだけ人数いたら大変だと思うんですけど。 で歌声がまじっくりこう聞こえてこないとねなんともう,こういいもよくないも、ね、難しいじゃないですかでしかもまあ別に私は批判するつもりはないんですけどこんなにやってくれるんですねこの斎藤飛鳥さんがラストとなったらこのステージがもう斎藤飛鳥さんステージになってますもんね。さ、えー、さっきの列のお台さんが、えー 最後というのは、ね、ちょっとまあカメラのアップが多かったり最後も真ん中には来てましたけどもうダンスももはや、まあ、この楽曲のもともとのダンスがこうなのかもしれないですけどもう斎藤飛鳥さんのためにやってるみたいな感じでしたけど、ね、何回もさっきも何回も言いましたけど後ろの方の子たちもね どんな気持ちなんだろうとちょっといろんなことを考えてしまいましたけど、まああのこのね私が毎日やってるこの企画は、えー、赤か白か軍配を上げるという企画ですので、えー、今回どちらかというふうにさせていただくとするならば白組に上げさせていただきたいと思います。はい、理由は先ほど言った通りですね。まあその歌の上手さだけでということじゃなくやっぱりねうん、まあちょっとまあまあ勝敗をつけるというね。 こと自でもまあ見てて心動かされるというのはね、うん、ちょっとまあ状況も全然違いますけれどもやっぱすごい有吉さん肥後さんジモンさんそして純烈の4人うん,なんか気持ちが伝わるステージでしたね、まあ、状況が状況ですけど。 はい、乃木坂46ファンの方にはもの,ものすごい怒られそうな、えー、感じがしますけれども私のチャンネルということでちょっと温かい目でえ見て見てというか音声だけですけど受け止めていただけたら嬉しいなというふうに思いますということで、えー、今回はこんな感じでまた長くなってしまいましたけれどもお届けさせていただいた続きはまた明日以降ということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。